まりました、はい、オーストリアのステファン・クルンビフラー、かなり体を前に倒していく、伸ばしてきました。134メートル、ヒルサイズ付近のジャンプになりました。ビッグジャンプになりました。 135.5メートル、葛西と同じ飛距離。1回目例えば失敗した選手っていうのはこれ2回目に大ジャンプするんですね、精神的にもこうやはり楽なんでしょうね、はい、それを修正すれば俺は飛べるんだという強い気持ちになれるっていうのは あるんでしょうね、やはりね。123メートル50 135メートル50、これがオーストリアでは今6番目の選手。そうですね、すごいレベルの高さですね。